はい、どうも、こんにちは。えー、っとですね、まあ、今回はですね、あの、まあ、K バーズさんのですね、まあ、武蔵さんと、まあ、橋さんの、まあ、二人組でやっている方がですね、まあ、あの、まあ、啓太さささん率いる、まあ、サスケさんの、まあ、ラップマイスターのですね、まあ、まあ、嘘に嘘を,嘘を重ねた、 まあそういういろいろなまあことがありましたですね、まあ、これを告訴しようっていう、まあ、有料、うん、有料情報社をまあぶっ壊せるでしたっけな、ちょっと忘れましたけど、<laughs> ね、やってるんですけど、 それに告訴をするにあたってですね、いろいろな告訴をやって協力するよということをですね視聴者さんから呼びかけていろいろ情報を集めて戦っていくような方向に向かっているんですけどその件に関してですね自分の中で何ですか疑問に思ったことをですね ああのまいろいろとまあメールの方でですねあのやってやってたんですけどまあそしたらちゃんとあの回答がありましたで回答がありましたのでまあその内容をですね公に公表していいかみたいなことをですねまあ聞いたところまあいいですよっていうようなことをまあ動画で言ってたんでまずその動画を流すんですけど一応この画面にあるですねあの 右上の方に、まあ、アイコンがまあ4つほどあるんですけど、はいで、そのうちの4つのアイコンがあるうちの、えー、と一番左側、左側のそのアイコンを押すこと、押しますと、えーとですねまあ、その時きの、まあ、視聴者さんの、まあ、ライブ配信した時のコメントがまた見れますので、見れますというような話です。はい で、この、えー、っとですね、あの、オールカマーと神戸新聞杯の、そのライブ配信、たかしさんのライブ配信したときにののです。はい。<laughs> では、流していきたいと思います。 ということですね。まあ、さっきの方、動画見ていただければ、一応、まあ、好き勝手にやっていいようなことを言っていたので、えー、まあ、好き勝手ですね。<laughs> ちょっとやらせていただきます。はい。で早速質問、早速ではないんですけど、まあ、質問をぶつ,ぶつけてみましたということで、はい、第1号。えー、あ、ごめんなさいね。あ、もうぐちゃぐちゃだな。はい。 できることなら、えーと、民事と刑事を同時進行願います、えー。同時進行できなら刑事告訴優先で構いません。返金はその後ですね。えー、売名行為でやっているケーバーズ様は、どのような罪名になるのか興味があります。ということですね。まあ、こちらは7月11日に、まあ、あの送った質問内容なんですけど。はい えとまあ、ちょっと自分もですね、ちょっと下心がありましてですね、まあ、どうせだったらね、刑事やってちょっとお金返ってくればいいかなみたいなあの、ね、気持ちもありましたので、まあ、同時進行をお願いしできればなというような意味合いを込めて送りました。裁判とかになって 場合ですね、まあ、個人情報が流れないようなことを言ってたような気がしたんで、まあ、ちょっとこれはもう返金は無理だなということで,ですね。で、その時の気持ちとしては、まあ、一応刑事告訴でお願いしますようなことを、えー、っと伝えました、はい。で、その時の回答がですね。 問い合わせありがとうございます。ケーバーズたかしです、えー。僕自身もこの件は許せないですし、しっかり追求していくためには皆様のご協力が必要です、えー。わざわざ書いてもらってありがとうございます。で皆様に送らせてもらっています。 はい、でちょっと飛ばしまして、今日のサスケの LINE では、僕たちケイバーズが売名行為でこのようなことを行っている、僕たちが悪いとおっしゃってました。返金を行い、刑事告訴を免れようとしております。はい、免れようとしているのかどうかは、ちょっとどうなのかなっていうような感じです。はい でご確認のため聞かせていただいていますが、返金より刑事告訴を優先してやってほしいという人が、えー、何人かいますので連絡したいので、このメールをご確認していただきましたらご連絡ください。もし返金を優先をご希望ならば、刑事告訴をしてほしいというなったときは、もう一度こちらのメールにご連絡くださいということですね。はい。で、はい。 でその続きが、えー、とこちらになります。ちょっと今回は、これを飛ばします。でまあまあ、刑事告訴するってやりましたね、はいえー。同時にすると、あ上から,5行,目ら5行目ぐらいかな。同時にすると、返金されると刑事告訴を警察が受け取ってくれないためです。 僕らの罪ですがえ、弁護士の先生に聞きましたが、刑事は無理だし、民事で考えられるなら名誉毀損だが、名誉毀損も事実を言っているなら名誉毀損に当たらないので、訴えてくることはないと言っておりました、はいで。僕たちとしてもしっかり行動していき、全貌の解明を進めていきますので、ま,あ、また何か。 経過が何か経過がありましたら、こちらからご連絡します。もし何か連絡される際には、えー、タイトル名のところにお名前と刑事と打っていただけるとメールを優先して返させていただきます。すごくメール自体がいっぱい来ているので、それではよろしくお願いします。で皆様でしっかり全貌を解明していきましょう。今後ともよろしくお願いします。ケーバーズ・高カということの返信が来ました。 もし刑が確定したら残された会員の人にサスケさんからのメール予想はなくなるのですか ?12 月まで楽しみにしていた人たちの保証はどう,どうなりますかということですね。まあ、こちらに質問をぶつけたのがですね、まあ、7月ぐらいだったんで、まあ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 、自分のまあ頭の中で描いていたのはですね、まあ、7月ぐらいに、 でまあ、集計取って、えー、と8月ぐらいにもう裁判が始まって、まあ、すぐ刑が確定するような、まあ、自分の中で頭で描いていたんですよね。はい、でそうするとその後の,あの,、ね、あの予想とか、ね、楽しみにしていたらどうなるのみたいな感じでちょっと質問しました。 で問い合わせありがとうございます。ケイバーズ・タカです、えー。刑事告訴までまだまだ時間かかりますし、えー、刑事告訴してからも警察が実際に動いて相当時間がかかると思います。なので、12月までサスケさんからは問題なく配信できるんじゃないかと考えています。ケイバーズ・タカということですね。まあ、結局、なんかまあ逮,まあ、逮捕っていうか、 まあ警察が動いて、まあ、12月よりかかるみたいな、そのような内容になりますので、はい、まだまだっと首を長くして待つしかないのかなというような感じです。はい、で、お問い合わせ内容証、証拠が揃っているのになぜそんなに時間がかかるのでしょうか。 スケジュールはどのようになっていますか弁護士担当者の名前を教えてもらえませんかというような、ちょっと上から目線的な、えっ、ー、と、質問な内容で、ちょっと、その時は、ちょっと申し訳なかったんですけど、はい。そのような質問を、えー、ぶつけました。はい。もう本当は自分は無知なんだなっていうような回答がこちらです。返信、ありがとうございます。刑事告訴について、 この問題はかなり難しいとの会見もされると思います。刑事告訴はそんな簡単ではありません。この件についてこれだけを毎日やっているわけではないですし、かっこ、競馬配信の仕事もしております、かっこ閉じる。僕たち関西に住んでいますので、本当に解決しようと思うと、 関東に行って動かないといけません。刑事告訴をする際の弁護士もいまだ進んあ選んでいるさなかです、はい。ご自身でやってもらえるとよくわかります。その辺は理解していただき,いた,だきたいですということですね。本当に、はい、無知な質問をしてしまって、失礼な質問をしてしまったなというような反省の、反省しました。 というような感じです。はい、以上です。